パートリッジファミリーパートリッジファミリーはアメリカの TV ドラマおよび同ドラマに登場する音楽バンドの故障 ABC で放映された連続 TV ドラマ未亡人となって母親を経済面で助けようと5人の兄弟姉妹が組んだバンドがマネージャーの手腕もあって人気を獲得母親の運転するスクールバスで演奏旅行を行うようになりその中で発生する 様々な出来事を描くという構成。バンド及び、家族自体はドラマ制作のために編成された架空の存在だが番組内で歌唱、演奏された楽曲は実際にヒットした。最初のシングルである悲しき初恋は1970年11月のビルボードでシングルチャート1位を獲得し、その後リリースされたシングルやアルバムもチャートを上昇した。また、 主役格である長男のキース・パートリッチを演じたデビッド・キャシディも同番組によってアイドル歌手としての人気を獲得し現実世界でソロミュージシャンとして活動した第1シーズンは1970年に25話放映されその後もインターバルを置いて制作放映が続いた最終シーズンは1974年の第4シーズン日本では 素敵なパートリッジあるいは人気家族パートリッジという放題で1972年の4月から東京12チャンネルで日曜日の11時30分から放映された。さらに2003年9月からスーパーチャンネルでも放映された。2005年アメリカ本国で第1シーズン前話及び第2シーズン前話が DVD ソフト化された。ありがとうございます。